ベルトクラスチューリッヒは、スイスチューリッヒのレッツイグルンドスタディオンで毎年、開催される陸上競技大会。1928年創設。2010年以降、IAF ダイヤモンドリーグを構成する大会である。近年の開催日程は、オリンピック、世界選手権後の8月か9月初めであり、メダリストや有力選手が多数出場する。非選手権大会で、 世界最高の大会と評価するオリンピックメダリストもいる大会である。日本ではチューリッヒ国際ダイヤモンドリーグチューリッヒ大会 DL チューリッヒなどとも表記される。1928年8月12日に第1回大会が行われてパーボヌルミラが出場した。1998年から2009年までの間は IAF ゴールデンリーグの1大会として 実施された。2003年時点の大会予算は580万スイスフランで350万スイスフランが選手に当てられていた。2010年のダイヤモンドリーグ開始以降はメモリアルバンダムと共にその最終戦として開催され、この大会で決定した種目別年間優勝者にダイヤモンドトロフィーが授与される。 ダイヤモンドトロフィーはチューリッヒのバーンホフ通りにあるバイヤークロノメトリー社が制作している。男女砲丸投げは他種目の前日に日程が組まれ、現在はチューリッヒ中央駅を会場に競技が行われる。この大会でこれまでに25の世界記録が誕生した。ありがとうございます。